あの大木がこんな形で切り倒すことができました。伐採完了。庭の中は随分すっきりと綺麗になりました。これが拳切り。裏庭の立ち木の剪定も行いました。今回の作業のメインは何といってもこの大木の伐採です。空がとても広くなりました。結局、午前中だけですが4日間かけてやりました。ありがとうございました。